DOD の会社の方がこの動画を見れば絶対再販してくれるはず。こんにちは、キャンプ道具紹介のうぼうです。今回のランキングはそう DOD さんについてのランキングです。 DOD さんといえばキャンプ業界で言えば新参者と言われるブランドになるんでしょうかね。今ではキャンパーさんにはもちろんなんですけど、キャンプしない方にも知名度のあるブランドで日本を代表するアウトドアブランドになってますよね。 DOD さんといえば面白い発想の商品とネーミングセンスの光るアウトドアブランドですね。僕も毎回そのネーミングセンスはやばい、この商品やばいなって思ったりしますし、なんかやばいっていう単語だけでもう話を解決する女子高生ぐらい DOD 製品見たらもうやばいっていう言葉しか出てこなくなってます。やばい。調べてみると DOD さんのコンセプトの一つにクレイジーなキャンパーの育成っていうのを掲げてます。クレイジーなアウトドアブランドと歌うほどに他のアウトドアブランドとは違う商品をどんどん開発してるんで、クレイジーキャンパーのウーパパとしても見逃せないわけですね。そんな DOD さんの商品、今回は生産終了してしまった商品なんですけども、僕がこれは欲しいと思った商品を勝手にランキング形式でお届けします。確か DOD っていうブランドが一気に人気になったのは2019年頃だと思うんですけども、 DOD という名前になる前はドッペルギャンガーアウトドアという名前で商品を出されていました。多分今発売しても売れるんやろなっていう時代の先端を行き過ぎて、昔は売れなかった商品もあるかと思います。再販を希望しつつ、より進化した商品を作ってくれるっていう思いも込めてランキング行ってみましょう。今回のおまけパートはなんとクレイジーキャンパーの卵の僕の4歳の息子が選んだ DOD 商品です。僕のパソコンを覗いた時に僕の息子が、いやあのさ、僕さ、これ欲しいねんって言った商品です。もちろん生産終了品です。おまけパートは動画の最後に言いますので、ぜひ最後までご覧ください。お待たせしました。DOD 製品生産終了したけど僕が欲しい商品。第10位は、ラーメン、コーヒー、そして僕です。でもラーメン、コーヒー、そして僕、これ商品名ですよ。僕イケメンオーケーって言っちゃいそうなんですけども、どんな商品なのと期待せずにはいられませんよね。キャンプで食べたいもの、飲みたいものの代名詞、それはラーメンとコーヒー。なんとその2つを一度に作れる、一度に食せる作れ物です。セット内容はクッカーとコーヒーミル、コーヒーを使うために使うパーコレーターと全てが入るメッシュバッグという完璧なラインナップですね。クッカーはコンパクトでありながら黒麺が割らずに入るサイズというのがポイント高いですね。そして容量が1リットルとコーヒーとラーメンを食べるのにちょうどいい量で、まさにコーヒーとラーメン作るために作られたセットです。コーヒーの抽出方法としてパーコレーターっていうのはあまり聞いたことがないかと思いますけども、ろ過器を循環しながらコーヒーを抽出するらしく、強めの味わいになってくれるそうです。ソロキャンパーさんやバイクで旅するキャンパーさんにとっては販売終了となっては悲しい商品なのではないでしょうか。さあ次行ってみましょう。 DOD 生産終了したけど僕が欲しい商品、第9位はワンタッチテント L サイズです。いやこれは絶対いいはずなのに壊れやすかったんかなと思っちゃいますよね。キャンパーさんに聞くキャンプで面倒なことなんですかっていう質問を投げかけた時に必ず上がってくるもの、面倒なこと、それは奥さんの説得。ごめんなさい、これ僕の家庭だけですね。面倒なこと、それは設営と撤収が面倒くさいってことですね。もういかに楽してキャンプをするかっていうのはキャンパーにとっては延々のテーマですよね。その設営の中でも時間のかかるテント、ワンタッチで立てることができたらめちゃめちゃ良くないですか。もしウーパパの動画を見てくださっている初心者キャンパーさんがいたならば、キャンプにおける夫婦喧嘩の原因第1位は設営撤収の時のイライラから起きると言われてます。皆さんご注意ください。男性の皆さん、奥さん、彼女は余裕のない男性を見ていますよ。あれこれ考えながら設営する中で、あれは違う、これは違うと指摘されたり、やってほしいことが伝われなかったりと、もどかしい場面を多くあると思います。奥様、彼女さんも手伝おうと頑張ってるのに、男性が何をしてほしいのかわけがわかんないと思う場面もあると思います。ワンタッチテントを使えばそんな喧嘩も少なからず減るはずです。残念ながら今販売停止になってしまったワンタッチテントの L サイズなんですけども、サイズ違いの M サイズはまだ販売してます。これやっぱり L サイズが大きすぎたんで、風の抵抗とか受けて壊れやすかったんですかね。テント設営がワンタッチで終わる夢の商品だったんですけど、改良を重ねて再販してほしいですね。続いて DOD 製品生産終了第8位はワンタッチビッグダディです。この商品もうマジで買おうとしてたんですけど、生産終了しちゃいました。でもだってこれツールームテントがワンタッチで立つんですよ。これ夢のようじゃないですか。リビングルームと大人5人が寝られる寝室があれば、大抵のファミキャンはカバーできますよね。我が家もそうなんですけど、ファミキャンにとって撤収と設営、この時間をいかに短くできるか、短かったらそのキャンプの楽しさを左右すると言ってもいいほどに重要になってくると思います。特に小さいお子さんのいる家庭ではなかなか目が離せなかったり、一泊しかできないのに設営と撤収が時間がかかってしまう、何のためにキャンプに来ているのかわからなくなっちゃいますよね。この商品もやっぱり大
きいがゆえに壊れやすい商品だったのかもしれません。なんとか改良を重ねて、9位でも紹介した通りの世の中のキャンプにおける喧嘩を少しでも減らしていただきたい。設営時間が短くなったら家庭が平和になります。これも DOD さんにかかってます。なんとかお願いします。続きまして、 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品第7位はバランスウォーカーです。皆さんスラックラインってやったことありますか？ショート動画とかで大人が動けずにブルブルしている動画を見たことある方もいるかもしれません。これいわゆる綱渡りする遊び道具ですね。高い位置を綱渡りして渡るわけじゃないんで、お子さんでも危険なことなく楽しむことができます。ただ一人で渡るのはなかなか難しいので、子供が行く場合は大人と手をつないで行くと子供を楽しく歩きます。ちなみに僕はこのバランスウォーカーっていうのではなくて、スイングラインっていうブランコになる商品を使ってます。このブランコめちゃめちゃおすすめです。ごめんなさい、これ DOD さんではないやつなんですけども、おすすめなんでつい発表してました。キャンプの遊び道具ってバドミントンとかシャボン玉とか定番化してしまうんで、ちょっと変わり種があると子供たちのテンションも上がって楽しんでくれるんで、一つ持っているといいかもしれませんね。販売終了してしまいましたが、このスラックラインおすすめですんで、 DOD さん再販お願いします。続きまして、 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品第6位はくるくるシュラフです。シュラフは家族が多ければ多いほどに数があるんで、片付けが結構面倒なアイテムだと思います。一つ一つ丸めては袋に入れてという作業があるんで、寝床を片付ける作業って一番手間なんじゃないかなと思うくらいですよね。このくるくるシュラフは袋がありません。折りたたんで丸めて最後にファスナーがあって、そのまま閉めて終了です。見てください、見た目もめっちゃ面白いですよね。丸まった形が丸太や海苔巻きになってるんで、お子さんならきっと喜びますね。海苔巻きは開いた色合いもカラフルで可愛いんで、丸めたら海苔巻きになるなんてって思いもすると思います。こちらのシュラフは夏用なんで、推奨使用温度は15度ですね。ぜひ商品再販してほしいですね。さあ、 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品第5位はすごいよカオルさんです。出ました、またクレイジーなネーミングですよね。これウーパパ世代、これわかりますよね。少年ジャンプで人気になったあの漫画のことですね。このネーミングから商品を想像してみてください。皆さん何だと思いますか？答えは本格スモーカーです。さすが DOD さんですね。ただ燻製を作るだけではありません。燻製機、火起こし、ストーブ、オーブンと1台に4役になれるアイテムなんですよね。かなりの人数でバーベキューするときは、一度にたくさんの炭を起こしたいときに、このカオルさんがあれば3キロの炭を一度に火起こしすることもできます。肉が主役のバーベキューに少し飽きてきた方がいるなら、燻製をぜひおすすめしたいです。何でもスモークすると一味変わって美味しくなるんですよね。定番のチーズや味付け煮卵の他に枝豆、手羽先など味に変化を持たせると、キャンプ飯がもっと美味しく楽しくなりますよね。まあ、きっとあのメソの中身もキュピーンって身を光らしているはずです。続きまして、 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品第4位はアジャスタブルローチェアです。こちらのアウトドアチェアは今人気のすごい質の元祖と言われる商品だと思います。高さ4段階で調整できて、ロースタイルからハイスタイルと好みの高さに調整できるのがいいっすね。またリラックスしたスタイルでは、足を伸ばしてゆったりと座ることができるんで、1台あれば用途に合わせて変更できる優れものです。個人的な意見としては、やっぱり今主流になってるチェアは見た目の良さが違ってくるんかなと思います。この商品はやっぱちょっとチープな見た目に見えちゃうんで、さすが DOD さんと、これどんどん改良を重ねて今のチェアにたどり着いたんだなと感じさせてくれる商品ですね。これもちろん見た目の好き嫌いはあるんで、この方が好きっていう方もいると思います。これ座面は柔らかいウレタン加工になってるんで、座り心地としてはすごい質よりも好きっていう方がいると思います。いや、これもやっぱ再販してほしいですね。さあ、出しました、 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品第3位はスピーカーソファーです。リラックスタイムには音楽は欠かせないという方いませんか？椅子のちょうど耳元にスピーカーがついてて、スマホをつなげばそこから音楽が流れてくるんで、座りながらステレオ感を楽しむことができます。また空気で膨らませるタイプのチェアなんで、浮き輪やゴムボールのような座り心地と、あったらこれ子供間違いなく喜びますよね。空気を抜けばコンパクトに畳んで箱に収納することもできるんで、いつでもどこでも持っていくことができます。家族分揃えるようなアウトドアチェアではないんですけども、テントの中やサイトの中に一つあるだけで、自分の世界に入り込んでリラックスできるアイテムと言えそうですね。子さんが複数いるご家庭では間違いなく取り合いの喧嘩になることなんで、壊されないように注意が必要ですね。これずっと販売してほしかったんですけど、なんで生産終了になったんですかね。いきなりですが、私ウーポポが公式 LINE アカウントを作りました。登録していただいた方には豪華プレゼントとして、全国47都道府県の穴場キャンプ場情報をプレゼントします。キャンプ場予約サイトに載ってないところを Google マップなどでコツコツ調べました。キャンプ場の予約取りづらい方、たまに違うキャンプ場に行きたい方、ぜひ概要欄からご登録ください。続いて DOD 製品
品、生産終了したけど欲しい商品。第2位は無限タープです。基本一人でキャンプするけど、たまに家族でキャンプに行きますっていうお父さん。ファミキャンも素敵だけど、グルキャンも毎年やってしまいますっていうお母さん。もう必見ですね。タープって人数やキャンプスタイルによって変化したいアイテムでしたね。ソロでそこまで大きなタープはいらないですけど、グルキャンでみんなが入れるタープはなかなかないですよね。そんな願いを叶えたのがこの無限タープ。なんとファスナーで連結して自在に大きさを変えれるんですよ。色もオレンジレッド、ベージュ、ブルーから選べたんで、同色で揃えることもできますし、カラフルに3色揃えても可愛いですね。タープの張り方によってはセンスが問われるアイテムと言っていいと思います。きっとこれこなれキャンパーさんたちはキャンプ場内のタープの張り方をチェックしていると思います。ピーンと張ってるタープかっこいいですもんね。中にはいやこんな張り方があるんかっていう斬新的な使い方をしている人がいるんで、このタープも張り方によっては個性が出るんで見ていて面白いと思います。これ販売終了したのはちょっと破れやすかったんですかね、もしくはもう売れなかったかと。はい、1位発表の前に今回も見てくださっている皆さん本当にありがとうございます。いいねもいつもありがとうございます。この動画以外にも10万再生されている面白い動画とか他にもありますんで、ぜひ見ていてください。1位発表の後にはおまけパートとして、僕の4歳の息子が選んだ DOD 商品の紹介もあります。子供目線の商品選定ですね。興味を持って見ていただけたら嬉しいです。それではお待たせしました。 DOD 製品生産終了したけど欲しい商品、第1位は壁テントです。繁忙期になると夏場では人でごった返したりしたいって、フリーサイトだとお隣さんとの距離が近くなってしまってなかなか落ち着けないっていう経験ありませんか？そんな時にはこの壁テント一つあると他のサイトからの目隠しになるんで、プライベートな空間が確保することができます。もちろん壁テントを張るにあたって一定のマナーは必要になります。幕が1枚あるだけで安心感違いますよね。他にも焚き火の火の粉からテントを守ったり、風よけとして使うなど用途は様々なんですけども、一つあると便利なアイテムですね。もう今回はこの壁テント、これを商品復活してほしいがためにこの動画作りました。 DOD さんぜひ壁テント復活お願いします。お待たせしました。今回のおまけパートは僕の4歳の息子が選んだ生産終了してしまった DOD 製品、それはインフレータブルトランポリンです。これ浮き輪にもなります。これめちゃめちゃいい商品じゃないですか。トランポリンがあったら子供たちこれ喜ぶに決まってますよね。これも再販強く希望します。今回のキャンプ道具紹介は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。穴場情報は公式 LINE 登録お願いします。